たみたいな感じ。突然12番から35番に変更されました。真逆です。
もちもち感がある。
味しいよ。牛すじうめえな。ねえ、コールしたとき、たっぷり好きだね。これも一回探してもいいぐらい。牛すじうまいな。牛新庄とかカニ新庄とかに乗れるとね、野球の新庄が出カニメのお予約受けたまっているんですけれども、カニメいやないって言われたんですよ、予約したときに。はーきなれた金魚期間だからないって言われて、今厨房に確認してみます。あるなら食べますよ。わかりました、わかりました。いや、あるなら食べる。びっくりしちゃった。昼の店じゃない。ないって言われたら昼の店じゃない。はきなれた。ここじゃない。まあいいけどね。あるなら食べますけど。頭本店追加おでんです。綺麗。こういう風に飲むか、これ普通かけるんだから何かにかける、それじゃ飲めない。出汁がうまいんだよ、これ、うまい。姫だな、石川だな。とりあえず卵焼きからいただきますか。半分に切りますか。何大きさだって思ってたよりでかい。何個入ってる。何かでも薄めてるのかな。こんな感じで。あゆみがすごい。ここはでかさ。おでんがこのくらい。硬い。難しい。硬い。適当に。黄身が、天山の赤玉さん、黄身が見えてこうなってますね。黄身があるの？この卵焼き半分に割っただけですから、ね、食べた後じゃないですよ。いただくことができました。たまらん。カニ麺ですが、甲羅から取って、この下にカニの身がしまってこう入ってるんですよ、こうやってね。これでブチコが入ってる。カニ、濃厚なカニですね。もうね、
これだけで金沢に来たカニかな。なんか、海が食べたカニとは違う。あれは正統派です。正統派のいいかな。これがね、川湯温泉でも食えなかったんだよ。金沢で食えた。火が入ってるけど。これは酒のあてだね。日本酒だね、これは。半分は別の食い方で食って、こういう食い方が本当なのかどうかは知らないけど。そのこと、こうして混ぜて、あ、怒っちゃった。混ぜて、贅沢な食い方だな、これ。自分で頼んだ酒だからどんな飲み方して思うかな。うまいかもしれない。まああえてこんな飲み方しなくてもよかったかなって気がするけど、なんか雰囲気的にはいいよね。まあこういうことして飲む人いないけど。怪しげなというか、あーでも魚はうまそうだな。さっきのお店と大事です。Gotta be.
前の小皿にわさび醤油作ってかけてからお召し上がりください。
こっちは来たことないな。東茶屋場では行ってるけど、
もっとね、普通のお酒です。はい、ちょっと余談がけしますね。ほんのりと甘いタイプのお酒となってます。はい、こちらは9番ですが、こちらは能登、の輪島のお酒ですね。輪、はい、島には今酒が4軒ございまして、そのうちの一つです。輪、はい、島の白桃酒造さん。普段はこの奥能登の島に来て銘柄で売ってますけども、こちらちょっと、まあ、流通してない非売品のお酒となってます。あ、そうなんです。もしくは当店でしか飲めないかもしれませんね。あ、でスペシャルティーとお酒で、はい、大吟醸で少しフルーツが入ったお酒です。で次に3番目が20番ですね。こちら地元金沢市の酒蔵、はい、福光屋の、かがとびとなってます。かがとびのブロックのままのお酒ですね。すごい波紋が出てます。福光屋は近くで一番大きな酒蔵でもあります、まあ、しっかりとした辛口のお酒です。次が21番ですね。これは、はい、お隣野呂市町の、西江さん中村地蔵さんの象徴というお酒ですね。はい、こちらは、だいぶ昔に象徴というあの、ね、こういうラベルがあったらしくて、それをあの中村修造さんが復刻したお酒ですね。でちなみにこの象徴というのはお酒好きの妖怪のことそうなんです。農学に出てくれるなんか、あれとはちょっと違うと思います。タヌキの話しか字がタヌキっぽいちょっと違います、ね。24年です。こちらは、白山市の吉田翔さん、立山市の白樹というお酒ですね。ちょっと、少し始まったお酒で、発酵性のお酒となってます。はい、フレッシュでとても飲みやすくて美味しいお酒です、ね。はい、でも、確かに、うまいな、思うんだけど。すごいよね。最後には34番、はい、鹿児島さんの上機嫌という製品です、はい、こちらが今年の新酒絞りたてになります。あげるような牛乳スイーツの関西名古屋のフレッシュで、まあ、辛口の下げとなります。ペッパーナポリなんですか。ペッパーナポリなんですか。ご用意してますので、はい、ありがとうございます。壮観です、ね。これが金のためポイントです。
曇りなので映えませんね。はい。
松空港出発です。